まあ、今日の試合、かなり惜しい場面もあったんですが、ちょっとまあ点が取れず敗戦という結果になってしまったんですが、まずそれに関してはいかがでしょうか。まあそうですね、まあ、惜しい場面があったと言っても結果負けは負けなんで、まあ、決めきるところをやっぱ決めないと、まあ、こういう悔しい思いするのはするんだなっていう感じがします。あの前半は非常にあのシュートもたくさん出ていて、いい場面があったと思うんですが。そうですね、まあでも、まあどうですかね、まあ、なんかやってて、まだまだじゃないですかね、まだまだだなっていう感じはしました。その辺はこう例えば選手同士のこう連携だったりするのか、あるいはやっぱその岡山の方が結構プレスかけに来た時でも、まあ、うちは後ろからつないでやるサッカーっていうのはまあずっとやってきてますけど、まあ、いまいちなんつうんですかね、まだ完成されてないというか、まあ、そこら辺を完成させていかなくちゃいけないなっていうふうに、まあ、今日の試合で強くまた感じました。あの後半も非常にもう一歩というシーンが最後の特に何回か、はい、そうです、まあ、今日は結構シンプルにあの僕に入れるシーンもあったと思うんですけど、まあ、それさっきも後ろの人たちと喋ったんですけど、まあ、僕の、まあ、もらい方というか、もうちょっとそこサイドバック相手のサイドの裏を取るというか、真ん中に居すぎたっていうか、まあ、なんかちょっと反省ですね。サイドバックにボール入った時に相手のサイドをつけるような動き方をしなくちゃいけなかったし、まあ、そこら辺は反省します。